はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、この私のホームジムからちょっとお気に入りの衣装を紹介したいと思います。まあ、こんなコーナーね、久しぶりなんですけども、今回はね、このチャイニーズファイターズスーツですね。まあ、よくあるタイプの、まあ、香港映画とかにね、よく主人公が着ているジャッキーチェンとかも着ている服ですね。結構気に入ってるのがこのボタンみたいなところですよ。ボタンみたいなところが、このコブをね、この紐の間に入れるとこうボタンみたいに閉まっていくって感じで、この前サモハンキンポーさんもね、チェックのシャツ着てるなと思ったら、このボタンのところだけこれでしたね。で、これ実はね、黒に見えますけどもリバーシブルで、どっちを裏にしてもどっちを表にしても着れるんですよ。で、白と黒バージョンですね。こんな感じで着てですね、まあ、袖の方がこう特徴的なのはちょっとめくるんですよね。こういう風にめくると、まあこうシェイシェイみたいになるみたいなね、なんでしょうね、シェイシェイって。こんな感じでね、よく中国映画でこうやって袖に入れてる人いますけども、あれはちょっと古い時代の物語じゃないですかね。で、ボタンをこう閉じるんですね。やっぱりね、粋な着こなし方っていうのがあるみたいで、それはまあ首の上まで、これね、入らないですね。首の上まで閉じるんじゃなくて、ちょっと下の方、この3つ目ぐらいまでを閉じるんですよ。これちょっと入らない、コブがまだ硬いですね。こういうふうにコブの間に入れると閉じてね、でこんな感じで着こなすのが、まあ最近のクールな着方なんじゃないかなと思います。で、袖をちょっと出してね、白くこういうふうな感じですね。で、映画とか見ていただくと、この格好でやっぱりこう決勝を戦うんですよ。決勝っていうか最後のラストボスと戦うんですよね。修行の時は、まあ、普通のトレーニングウェア着てたりするんですけども、私もね、これね、普段着でしてるとなんかあれちょ、太極拳やってる人みたいなわけですよ。で、まあ、一種異様なものがあるんですけども、もうかなりね、肌触りも良くて気に入ってます。それでポケットがね、ついてるんですよね、ここに。で、当然ですけど、リバーシブルにした時、裏側にもついてるという感じです。まあ、ただそれだけなんですけどね。ちょっと気に入ってるのが、この柄がね、ちょっと光ってチラチラっと見えるでしょ。このきめ細かさですね。裏側もそうですよ。裏側も白にちょっとね、光って柄が見えるというね、このなんか奥ゆかしさというか。で、結構ね、刺繍もしっかりしてるんですよ。なんか昔のね、こう中国服って二足三毛みたいな手作りだったんですけど、今はすごくいいように仕立てられていて、それこそね、ユニクロもびっくりみたいな感じだと思います。ユニクロは知らない、着たことないんですけども、まあ、こんなところですよね。で、裏返しでも着れるのがすごくいいところなんですよね。ちょっと裏返しにしてみましょうか、試しにね。お、本当に裏返しでも着れますね。こんな感じですね。で、やっぱりこう袖口をめくるとちょっと変わった感じになります。こうですね、こうですかこうですか肘その映画を見てると、その英春拳ってやつがあるんですけども、正確には分かりませんけども、結構接近性用なんですね。だから思い切って踏み込んでいかないと、肘打ちとか本当当たらないですよね。ロングレンジだったら、もう懐に入っていって手技がほとんどですからね。で、相手の攻撃を避けながら懐に入ってガチガチガチっと打つみたいな。それで空手とね、ちょっと違って、空手はこの剣の2本で打つんですけど、ここで英春拳の場合は3本のここのね、ここで打つんですね。この3本のここで、で、縦で、拳は縦なんですよね。空手はこうですよね。横で拳打つんですけども、こうやって。英春拳の場合はこういう風に打つみたいですね。こうね。ちょっとね、すぐ汗かいちゃうんで、まだ修行は足りませんけども。今日も20分ほど、牧人打たせてもらいました。もうね、バッチリですよ、牧人も。ちょっとカメラをオフになりますね、これね。いやいやいや、体鍛えとかないけんっすね。棍棒とかね、ヌンチャクって本当体鍛えとかないと、その遠心力で持ってかれますね。体が、上半身がフラ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 しちゃうんで。
だから私上半身は作ってきたんですけど、下半身もうちょっとどしっとしないといけないんで、まあ、走り込みがいるなってことですね。ただやっぱ48になると走り込みがね、限界が早いですね、本当に1時間ほど山登りするんですけども、うん、それ帰ってくるともう汗だくですよ。もう3月ぐらいから汗だくで、もう水分バン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 取るんでね、1リットルぐらいすぐ水抜けちゃいますね。またトレーニング動画も出していきましょうか。山道を行く、あの結構ね、修行しだした頃、隠居しだした頃は山登りばっかりしてたんですけどもね、あの最初2時間ぐらいかかりましたね。でもね、2時間ぐらいぐーっと回って、で途中でライブ放送を Facebook でして、 Facebook ライブ懐かしいな。山道で Facebook ライブ何度もしましたね。もう4000回ぐらいしましたからね、うん、今でもその動画どっかに上がってるんじゃないかなと思いますけども。じゃあ行ってらっしゃい。